こんにちは。ワンワン図鑑へようこそ。私の名前は犬屋敷。みんなからは教授と慕われているよ。この世界には犬と呼ばれる生き物たちがいろんな国に住んでいる。その犬という生き物を人はペットにしたり、勝負に使ったり、そして私はこの犬の解説をしてるというわけだ。それでは素晴らしき犬の世界へレッツゴー。犬屋敷教授のワンワン図鑑。グリフォン・ニベルネ、スタンダードナンバー17。フランスの犬。匂いで獲物を追いかける。男の子の高さ55センチから62センチ。女の子の高さ53センチから60センチ。フランスの犬種として最も古いものの一つ、十字軍の遠征先から連れてきた犬を元に作られた。鋭い嗅覚でイノシシやオオカミなどの獲物を探し出し、発見すると飛びかかって自ら倒していた。フランスの古い猟犬で、猟師が直接銃で狩るといった猟ではなく、犬が直接獲物を倒すスタイルの猟に用いられる。現代でも猟犬として使われていて、血統を重視したブリーディングではなく、猟友会といった実用団体が主に管理をしているよ。日本では未公認の犬種な上に、本国のフランスでも希少なので、国内で見かけることはまずないだろう。ブリケ・グリフォン・バンデエン、スタンダードナンバー19。フランスの犬。匂いで獲物を追いかける。男の子の高さ50センチから55センチ。女の子の高さ48センチから53センチ。フランス語で中型犬を意味するブリケと付けられた唯一の犬種で、ずんぐりとした体型が特徴。豊富なスタミナと頑丈な肉体を持っていて、堅牢なワイヤーヘアーは茨の中をくぐっても怪我をしにくくしている。グラングリフォンという大型犬を小型化し、ウサギなど小型の獣から鹿やイノシシといった大型獣まで対応できる猟犬を目指して作られた。フランス革命と世界大戦の影響で絶滅寸前まで追い詰められたけど、現在では少数だけど輸出されるまでに数は回復しているようだね。アリエージョア、スタンダードナンバー20。フランスの犬。匂いで獲物を追いかける。男の子の高さ52センチから58センチ。女の子の高さ50センチから56センチ。獲物の匂いを追跡し、発見した獲物に噛みついて足止めをする仕事をする猟犬。とても社交的で訓練がしやすい。第二次世界大戦中は海外へ疎開して絶滅を免れた。名前の通り、フランス南部のアリエージュ原産の犬で、現在でも飼育されているものの大半はアリエージュにいる。単独でも複数でも行動するように訓練ができ、獲物を発見した際は主人に知らせつつ、自分は獲物を足止めするなど、実猟犬としてはとても優秀だ。ただ実用向きの犬であるためか、必要な運動量が多く、吠え声も大きいため、ペットとして飼うには不向きだともされている。今日はここまで。今回は一つ抜けていたナンバーがあったね。ナンバー18は情報を調べたけど一切出てこなかったんだ。おそらくはかなり前に絶滅してしまったんだと思う。今後も番号が急に飛んだりすることがあるけれど、その時は何かの理由で公認が抹消されたんだと思ってほしい。ここまで見てくれてありがとう。ぜひ感想やリクエストをコメントしてくれると嬉しい。高評価、チャンネル登録、いいねやフォローもよろしくね。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。